はいはいはい。気持ちいいっすね。また勝ちましたね、ジャイアンツ。本当に。このね、3連戦で、正直言うけど、3連勝できるなんて、マジで思ってなかったし、本当に3年ぶりの完封ですか、菅野さん。うん。まあ、連打打たれてないし、打たれても単打やし、ピンチでゲッツーは取れるし、ちょっとね、本当にね、素晴らしいなというふうに思うし、今日に関してはね、作戦面とかも非常にね、良かったんじゃないかなっていうふうに僕思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はいはい、今日はですね、先ほどありました、ベイスターズ対ジャイアンツの試合解説をやっていきたいと思っております。気持ちいいっすね。マジで気持ちいいっすわ。本当にマジで。3連勝ですか。あーで、え、今5連勝というところで、貯金11。気持ち良すぎるね。本当に。正直、菅野さんがここまで、今年ね、やってくれると僕は正直思ってなかったですし、思ってなかった人も多かったかもしれないですけども、そこでね、しっかり投げ切ってくれる。で、ましてや、自分から志願してね、最後行きますっていう風に言ってくれる、リリーフ陣のことも考えてくれてるというね、ところも含めて、非常にね、素晴らしかったんじゃないかなっていう風に僕思っております。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきます。はい、振り返っていきます。スコアボード出しながらね。で、二つ目が、ポジションね、スタメンの変更点。今日はね、ジャイアンツね、やっぱり2連勝してるというところで、ちょっとね、オーダーに、ね、変化がありました。うん、ちょっと試していこうというね、意図が、見え隠れしてたんで、見え隠れというか見えてたんで、ちょっとね、それ振り返っていきます。で、最後は、配球チャートなんかを使いながら、僕が気になったところを見ていく。この3本でやらさせてください。はい、じゃあですね、まず、得点シーンを振り返っていきたいんですけども、じゃあ僕のね、この辺に、胸あたりにですね、スコアボードを出しながら見ていきたいと思います。はい、まずですね、今日の結果としてはですね、6対0というところで、まあ非常に、いい戦いができてたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、5回ですよね。やっぱり5回に5点入ってるというところで、まあこのイニングがまあ非常に大きかったというところは、まあこれを見てもわかるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあね、見ていきますと、5回表ですね、2アウト満塁から吉川選手の押し出しのフォアボールというところ。で、それ続きまして、2アウト満塁からヘルナンデス選手のレフトへの2点タイムリー。2ベースですね。で、それで、なお、2アウト満塁から、モンテス選手の、2塁打と、レフトへの2塁打というところで、まあ、この回一挙5点が入ったというところがありましたけども、やはりその回ね、後で詳しく見ていきますけども、やっぱりエンドランというところをね、うまく使いながら、やってたんじゃないかなっていうふうに思います。K 投手をね、なかなかこう、今まで打ててないっていうのがあるので、まあちょっと変えていこうであったりとか、バッターのね、打力によって、まあエンドランをね、しっかりと使ってたというところをね、後で解説したいと思います。でですね、9回表もですね、先頭の丸選手が、まあえげつないホームランというかね、どこまで飛ばすねんっていうね、くらいのセンターの横ぐらいにですね、ホームラン打って、まあ1点追加しまして、まあ6対0と、菅野さんが完封というところで、気持ちいいっすね。やっぱり本当に、やっぱりコントロールだなというふうに改めて思いました。うん、球の速さももちろん大事だけども、やっぱコントロールってやっぱ大事だなっていうふうに改めて思いました。でですね、次はですね、スタメンの変更点などを確認していきたいと思います。このあたりに画像を出しながらね、見ていきたいと思います。はい、まず、DeNA から見ていきましょうか。DeNA で言うとですね、昨日、2番センター、桑原選手だったんですけども、今日は6番センターとして入っておりますと。で、昨日、5番かな ?6 番にキャッチャー、山本選手入ってたんですけども、今日は7番にキャッチャー、山本選手。で、昨日、7番のファーストフォード選手が、今日は2番ファーストフォードさん、フォード選手になっておりまして、昨日、ショートに大和選手が入ってましたけども、8番に。で、今日は8番に京田選手が入っております。
で、昨日はね、まあ、オープナーというか、まあ、緊急登板として、ピッチャーね、山崎投手でしたけども、今日は、ケイ投手というところで、まあ、ジャイアンツがね、なかなか打ち崩せてないピッチャーというところで、まあ、果たしてどのような対応をしていくのかなっていうふうなところはね、非常に、楽しみでありました。で、対するジャイアンツですけども、昨日から変更点はですね、昨日、4番にね、レフト、岡本選手だったんですけども、今日はファーストに入っておりますと。で、大城さんが今日ね、欠場というか、出てなくてですね、その代わり、モンテスが、昨日ね、6番サード、モンテスだったんですけども、今日はショートに入っております。ショートで、5番でモンテスに入っております。でですね、昨日岸田選手が7番キャッチャーだったんですけども、今日は菅野さんというところで8番にキャッチャー小林選手が入っておりまして、でですね、坂本選手がね、今日はサードで7番で入っております。はい。でですね、昨日は、まあ、伊豆口選手だったんですけども、今日はモンテス選手ね。で、ピッチャーは、昨日、井上投手で、今日は菅野投手というところで、まあ、この連勝を止めずにいけるかというところ。まあまあ、K 投手をね、打ち崩して、まあ、菅野さんで守り切ってというところで、勝てたらいいかなって、まあ、正直3連勝はなかなか厳しいだろうなっていうふうに正直ね、思っておりました。はい。ではですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここがプロの技ですね、みたいなところをね、できるだけ分かりやすく、面白く伝えていきたいと思います。はい。まずですね、今日のね、試合の展開というか、ちょっと流れをね、まず、整理したいんですけども、結果ね、6対0というふうに、まあ、ジャイアンツが、まあ、結構快勝というか、まあ、綺麗に勝ったなっていう感じはあるんですが、まあ、その序盤の、流れを見てるとですね、こんなゲーム展開になるとは思えないぐらい、ジャイアンツとしては流れが悪かったと僕は思うんですね。で、どういうことかっていうと、まあ、一回表もですね、まあ、ツーアウト二塁というチャンスを作るも、岡本選手が、まあ、センターフライ。まあ、いい当たりのセンターフライなんだけど、センターフライで抑えられてしまうと。で、三回表もですね、先頭の小林選手がライト前ヒットで出て、菅野さんが送って、で、ワンアウト二塁で、まあ、チャンスを迎えるんですけども、丸選手がね、結構振り遅れたような形で、空振り三振して、続く、吉川選手もツーアウト二塁でショートゴロを打ってね、まあ、もうこの3回表だけ、までだけでですね、2回チャンスを、まあ、潰してるというか、生かせきれてなかったっていうところがあったんですね。で、この、3回表ですね、チャンスを生かせなかった。次のイニングにですね、3回裏に、ノーアウト、先導の山本選手が、セカンドゴロ打ったんですけども、珍しくね、吉川選手が、こう、エラーをしてしまうと。で、ノーアウト1塁で、京田選手のセカンドゴロで、ランナー2塁行って、で、ワンアウト2塁から、ケイ選手がバントを失敗しちゃうんですね。まあ、あんまりこうバントね、やっぱ外国人投手でやってきてないっていうのはあるし、まあ、なかなかね、構えとかやってる姿を見ると、まあ、うまくはないだろうなっていう感じはね、すごくしました。で、ツーアウト二塁で、梶原選手、ここでも坂本選手がね、ちょっと強い打球だったんですけども、ちょっとエラーをしてしまうというところで、まあ、1イニング2個エラーあったんですね。で、まあ、先ほども言いましたように、3回表までに、チャンスを2回潰してる人。2回行かせきれてなかったっていうのがあるんで、まあこの回ね、完璧に点取られるだろうなと思ったんですね。もうこの回、イニングで2個エラー出てるんでね、絶対取られるだろうと思ったんですけども、ここをね、菅野選手が2アウト1、3塁でフォード選手をセンターフライというところで、しっかりそこを守備陣のミスをしっかりカバーするというところで、非常に素晴らしかったんですね。うん。で、まあちょっとフォード選手ね、まあ新しい選手なんで、ちょっとね、詳しく見てたんですけども、まあ、特にですけども、まあ、昨日ホームランかな打ってますが、クイックに対してちょっとね、タイミングが遅れてるというか、立ち遅れてるなっていう感じはちょっと正直しました。うん。この場面もランナー1、3塁なんで、まあ、クイックでね、投げるんで、バッターとしては、早めに準備をしていかないといけないんですけども、まあ、フォード選手は足を開いて、そこから戻して打っていくみたいな感じのタイプのバッターなんで、ちょっとね、まあそのまだ日本のクイックというところに、なんかタイミングが適用できてないかなっていうふうに正直今日思いました。でですね、4回表もですね、まあワンアウトから岡本選手がセンター前ヒットを打つんですけども、ワンアウト1塁からモンテス選手が、まあショートゴロゲッツーというところで、まあ今まで2試合すごく打ってましたと。で、今日の2打席、ここまでの打席だけ見ると、三振と、
月2というところで、ああ、今日ちょっとあかん日かなってちょっと思ってたんですね。この時点でね。でですね、5回表、この回がね、今までこうジャイアンツがこう点が取れなくて、で、DeNA もチャンス作るもエラーとかあってチャンス作るも菅野さんがなんとか抑えて、まあやや、まあ、DeNA よりかなっていう、あの雰囲気というか流れで言うとねっていうところだったんですけども、この5回表、まあ、5点入った回なんですけども、まあ、ワンアウトから坂本選手のセンター前ヒットと出まして、でここが大きかったなと思うんですけど、ワンアウト注意で小林選手が、まあ、ライト前ヒット打った打席なんですけど、まあ、これエンドランかかってるんですね。これ初球にエンドランかかってるんですね。で、まあ、ケイ投手をなかなか打ち崩せてないとか、まあ、いろんな、意味合いがあると思うんですが、ここは、多分ですけども、まあ、普通に打たしても、まあ、ゲッツーになってしまう恐れがあるっていうところと、まあ、ケイ投手もね、そこまでそんな、めちゃくちゃコントロールが悪くないっていうところで、まあ、ある程度ゾーン内で、ストライクゾーンで取ってくるだろうっていう、多分思惑があったと思うので、だったらもうエンドランかけて、初球でもいいからエンドランかけて、まあゲッツーだけは避けようよっていうような、あの意図がすごく、あの見えてたんじゃないかなっていうふうに僕個人的に思いました。で、これが成功しましてですね、これヒットになるんですね。で、まあ普通にエンドランをかけてなかったとしたら、多分ワンチャンこれセカンドゴロゲッツーぐらいの当たりなんですけど、まあこれかけててよかったですよね。セカンドがね、こう二遊間に寄るんでね、ランナーが走ったと思ったら寄るんで、それで一二塁間が大きく開くんで、そこを抜けていくというところで、非常にねいい作戦だったんじゃないかなというふうに思います。で、ワンアウト一二塁から菅野さんがねバントを一発で決めると。で、今日も何気にですね、菅野さんバント二回決めてるんですけど、しっかりどっちも一発で決めてるんですね。一球目で決めてる。これも非常に大きいんちゃうかなって思います。で、ツーアウト二三塁から丸選手にフォアボール出すんですね。これがちょっとね、ケイ投手もったいなかったと思います。というのもですね、5球目のストレート、丸さん空振りしたんですけど、完璧に遅れてるんですね。うん、全然合ってないんですね、タイミング。だから、もう1球ストレート行ったら、もしかしたら打ち取れてた可能性高かったんですよ。で、山本捕手もですね、それを分かってるからストレート行ったんですけど、それをボールにしてしまうというところで、まあ非常にもったいないなって、これゾーン内で勝負してたら多分抑えられてる可能性非常に高いのになっていうふうに思いました。で、続くツーアウト満塁でですね、吉川選手にもフォアボールを出してしまうと。で、このフォアボールの時にですね、ケイ投手が不服な顔をするというか、ちょっとなんでそれボールなんみたいな感情を出してしまったところがね、ちょっと結構ダメというか、まあジャイアンツからしたら付け入る隙があったんじゃないかなというふうに思うし、やっぱり多少ね、やっぱりこう、僕もストライクかなと思うところはあるんだけども、やっぱりそれを態度に出しちゃうとね、結構やっぱり相手から見たら、ああ、動揺してるわとか、ああ、こっち、まだまだ全然チャンスあるわっていう風な形になってくるんで、そう思っても、できるだけ出さないっていうのが、いいんじゃないかなっていうには個人的に思います。で、ここでちょっとチャート見ていきましょうか。これヘルなんですがね、打った場面なんですけど、ツーアウト満塁でですね、まあ、フォアボールの後ですよ。で、これね、二塁打打つわけですが、まあこれカットボールストライク、うん、でカットボールで打ちに行ってボールなんですね。で、やっぱり2者連続フォアボール出してるっていうところがあるんで、やっぱストライク取りに行きたいんですね。で、ストレートで取りに行くのもっていうところだったんで、チェンジアップ行ったんですけど、やっぱりそれが甘く入るんですね。やっぱピッチャーが2者連続フォアボール出してるから、まあ変化球で取ろうとしてもやっぱりど真ん中めがけて投げるわけですよ。やっぱ次フォアボール出したくないからね。で、それでチェンジアップがこう浮いて、真ん中、やや低めぐらいのところに来て、ヘルナンデスがうまく打ってっていうところで、ヘルナンデスもそこでまっすぐ1本、まっすぐ 100% で待ってないからこそ、逆にね、このチェンジアップっていうのを拾えると思うし、非常にね、前も言ったかもしれないですけども、その、バッティングカウントとか、その、ここで絶対まっすぐ来るやろみたいなところででも、100% まっすぐっていうよりかは、どっちかというと、まあ、80% とか、70% ぐらいまっすぐかなっていう風な感じで、変化球もまだ打てるよっていうタイミングで待ってるんで、こういうチェンジアップとかっていうボールも引っかかるというかね、非常にうまく泳ぎながらでも、ヒットに打てるんじゃないかなっていうふうに思います。ナイスバッティングだと思います。でですね、この後、まあ、2アウト2、3塁から岡本選手を敬遠ね、申告敬遠して、で、2アウト満塁、
で、モンテスを迎えますと。僕はこの判断っていうのは別に間違ってなかったんじゃないかなというふうに思います。というのも、岡本選手のまあ打撃の先ほどのね、センターフライもそうですし、そこまで悪くないなっていう、ところがありましたから、で、モンテスね、今日の打席の内容を見てると、先ほども言いましたように、三振とゲッツーというところで、今日ちょっと合ってないなっていう感じはちょっとね、あったんですよ、2打席目まではね。なんで、この申告敬遠っていう、選択はね、僕は別に間違ってなかったんじゃないかなと思うんですね。DeNA のベンチがね。なんですけども、そのモンテスがね、やっぱりこう、三振とゲッツーを打ってるというところで、ましてやチャンスというところで、やっぱりこう、初球から仕掛けていくというかね、うん。やっぱりこう、あんまりこう、待ってると、打てないっていうのが分かってたんで、その多分2打席でね。だから、しっかり振っていこうというところで、初期のストレートをね、しっかり振り抜いて、でこれ2塁打打つんですけど、これは素晴らしいなと思います。この自分が打ち取られた、やられ方とか、あ、自分こういうやられ方をしたから、次はこういう風に対処していかないといけないなっていうのが、はっきりね、頭の中で整理ができてるんで、初球を振りに行けたと思うので、そういったところで、まあその、先ほどね、2者連続フォアボール出して、ちょっと制球面に、ちょっと不安がある K 投手を、まあ、うまくね、打ったんじゃないかなっていうふうに思いました。でですね、まあ、大きく点を取った後の回もですね、5回裏もね、しっかり菅野さんは三者凡退で抑えるっていうところもありましたし、そういったその点の取った後とか、取られた後とかにしっかりどんだけ抑えられるかとか、どういう攻撃をするのかっていうのは、野球において非常に大事なんで、うん。だから、こういう、今日はね、いいピッチングができたんじゃないかなって思うんですね。で、次気になったところですね、これ6回裏になります。これは守りの回なんですけども、まあ先頭ね、梶原選手を、まあファーストの強襲でヒットでね、塁に出すんですね。なんですけども、ノーアウト一塁からフォード選手を、まあライトフライと。で、ワンアウト一塁から田野選手に、センター前ヒットを浴びると。で、ヒットは、まあ今日ね、7本打たれてるんですけど、全部単打なんですね。で、連打がないんですね。それが良かったですよね。で、ここで、ワンアウト一塁、牧選手、ゲッツー打ち取るんですけど、ここめちゃくちゃ大事な場面なんで、ちょっとチャートを見ていきます。はい。で、ここめちゃくちゃ大事なんですよね。ここで、まぁ、ちょっと、いかれるかなっていう感じが正直あったんですよ。うん。ヒットが出てるしね。で、それで、これね、ゲッツー取るんですけど、正直、まぁ、その、牧選手からしたら、2球目のストレートを、ファールにしてしまった、甘い球だったんですけど、それが、まぁ、今日のね、まぁ、これが打てなかった僕は原因だと思ってて、まぁ、というのも、ストレートでボールになりますと。で、ストレートでファールになるんですけど、2球目ね。この、ファールボールが、これ真ん中高めぐらい来たんですよ。めっちゃ甘い球来たんですよ。それ、まあ、菅野投手もね、ここ踏ん張りどころやと思って、149キロ出してるんですね。うん。で、まあ、ファールになってしまうんですけど、もうこれは、完璧に牧選手の打ち損じなんですね。もうこれをやってしまうと、もう、あと甘い球来ないんですね。菅野さんクラスになると。で、フォークボールで空振りして、最後フォークボールで、泳がされてゲッツーというところで、もう完璧にね、今日のこの打席だけ見たら、2球目のこの149キロのまっすぐ、真ん中高めをファールにしてしまったっていうのが、もう牧選手の、ゲッツーの原因ですね。うん。でも、まあ、牧選手が打ち損じたとはいえ、149キロというところで、まあ、すごく熱い中、うん、すごくしんどい中、この、ギアチェンじゃないけども、しっかりギアを上げて、ストレートの出力を上げて投げられるこの菅野さんっていうところも、素晴らしかったんじゃないかなって思います。でですね、次ですね、この回もですね、守りの回なんですけど、ゲッツー取る回なんですけど、これ7回裏もですね、先頭宮崎選手にセンター前ヒット打たれて、で、あ、ちょっとやばいかな、もう菅野さんやばいなって思ってたところ、これノーアウト一塁で桑原選手を 6-4-3 のダブルプレイ。これも完璧にね、アウトサイドを意識させて最後インサイドのツーシームというところで、うまくね、打ち取ったんですね。カットボール、外でストライク、ストレートが外でボール、で、外のストレートでボールってなって、外なんですね、3球。で、最後、インコースのツーシーム行って、これをね、6-4-3のダブルプレイ。これ素晴らしいなって、もう完璧に狙って取ってるなっていうところあったんで、その投球術というかね、小林選手との相性というか、素晴らしいなと思って、バッターからしたらこう、外目付けにバーってなってくるところ最後打ち行って、それにツーシームで、ちょっと動いてっていうところで、しっかり、詰まらしてね、ゲッツー。これも素晴らしかったなと思います。で、最後も9回裏ね、
初め言いましたけども、もう僕が行きますというふうにね、志願して、投げてくれました。で、先頭の佐野選手を、まあ、センター前ヒット。で、ノーアウト1塁で牧選手を空振り三振。ちょっとスライダーがね、吹いたというかね、浮いたような形で、バッターからしたらね、こう、曲がってくる軌道ってあるんですよ。うん、スライダーっていうのも、イメージがあるんですけど、それが、ちょっと抜けて、抜けすらみたいな感じで、抜けすらって、なんて言うんだろう。こう、ファーンってこう、ライズボールみたいな感じで、こう、浮くんですよ。ファーンって、ジャイロボールみたいな感じで、ファーンってこう、ちょっとね、抜けすらって、打ちにくいんですね、めちゃくちゃ。で、その抜けすらがちょっと出て、牧選手が三振と。で、ワンアウト一塁から、まあ、宮崎選手にね、これセンター前ヒット打たれて、あ、ちょっとやばいなっていうところあったんですけど、ワンアウト一、二塁で、海老名選手をね、三球三振。で、最後、代打の、藤田選手か。あ、すいません、これ、誰だ、これ。すいません。代打の選手を、まあ、センター前、センターフライというところで、これもね、最後ね、ヒットを食らってるんだけど、これも、連打を食らってないというところで、非常に素晴らしいなというふうに思いましたし、今日の菅野さんね、まあ、ゲッツーもそうですし、ピンチでのね、三振とかっていうのが非常にね、印象的でですね、まあ、最後もね、150キロね、9回裏でも出してましたし、なんかそのインタビューのコメントでは、まあ3回終わったところで熱くてちょっと無理かなと思ったけども、9回まで投げ切れましたっていう風なね、コメントもされてたんで、非常にね、僕今ちょっとアメリカにいるんで、ちょっと日本の暑さわからないですけども、でもまあ暑いのはわかってるんでね、その中でね、いろいろね、不具合が出てる中、しっかりね、9回も投げて、リリーフ陣たちも、温存できて、ましてや3連勝、このカープ3連勝で、5連勝かっていうところで、もうちょっと今ね、ジャイアンツ止められないなっていうところがあるんで、非常にね、投打ともにね、いい戦い、いいバランスで戦えてるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日はすごく気持ちいい、勝利でしたけども、まあ先ほども言いましたように、まあこのような試合になるような展開ではなかったんですね。やはり小林選手のエンドランであったりとか、まあ菅野投手がね、粘り強く抑えた結果、勝てたというふうに僕思いますし、まあ K 投手がね、ちょっとこう感情をバッて出してしまって、ちょっと気持ち的に切れてしまったっていうのも、まああるのかなというふうにも思いましたし、逆に巨人のピッチャー陣はですね、そのようなことがないようにね、気をつけながら、まあ審判はね、なかなかこう変えられないというかですね、まあ人の癖とか、まあいろいろあると思いますんで、まあ自分がコントロールできるところというかね、自分がなんとかできるようなところを、頑張ってね、フォーカスしてほしいなというふうに思っております。はい、てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。